コーラスモーターの白木です。今日はモーターの全く基本的なお話をしたいと思います。 DC モーターの特性図、ブラシレスモーターはどう違うかってこともありますから、このまたお話もしますが、一番もう皆さんご存知のモーターですね、DC モーター、モーターのモーターなんかありますが、これは電源を加えれば、例えば0から60ボルトの電源を加えれば、起動電圧、回り始める電圧、回り始める電圧何ボルトかっていうことなんですが、これからずっと直線に回転数が変わります。これが直流モーターの一番簡単なことで、誰もが知っていることですね。で、例えば最高電圧60ボルトまで持ちますよというモーターであれば、この回転数で60ボルトで無負荷の時に最高回転が何回転かというのを最高回転数と言います。で、これは60ボルトの最高回転で、48ボルトは何回転ですか？例えば1万回転です。24ボルトの最高回転は何回転ですか？例えば5000回転です。というような形で、この電圧にほぼ比例して、例えば24ボルト、この48ボルトが1万回転でしたら、24ボルトは、これは5000回転というですね、まあぴったりと言いませんが、そういうのは非常に綺麗な直線になっているのが直流モーターの特徴です。で、次にその直流モーターそのものはどういう特性を持っているか。仮に48ボルト、先ほどのこの48ボルトで使ったとき、60ボルトが使えるんですけども、48ボルトのバッテリーで4個で使った場合、どういう特性になってますかと言いますと、ここが回転数です。電源48ボルト加えますと、無負荷のときに回転が1万回転します。で、ぐーっと負荷をどんどんかけていって、回転がゼロになるときが最高のトルクが出ます。これは最高トルクと言います。で、この最高トルクの2分の1、真ん中のところ、このところの1ポイントのところが最高出力になります。なぜかというと、出力というのはトルクをかける回転数ですから、回転数が真ん中のとき、トルクが真ん中のときが最高になるわけですね。で、これは最高出力と言います。それからもう一つ、この時に電流はどうなるかというと、電流はこの回転数に負荷、回転しているものに負荷をかけていくと、どんどん電流は増えます。これ最高電流ですね。最高、これ起動電流とも言います。この直線、それからこの直線が完全に直線リニアになっているということをご理解してください。それからまたもう一つ重要なこと、私たちが一番気にします最高効率という点ですが、最高効率というのはこの無負荷に非常に近いところのポイントになっています。無負荷の時は出力を取りませんから効率はゼロです。また最大トルク出てる時は回転がゼロですから、これも効率ゼロです。で、この間に効率が来るんですが、カーブはかなり無負荷のところに寄ったこのような形になる。で、ここら辺りはこの回転数の直線とかなり比例した形になるというのがモーターの特性です。で、私たちが使うところはどこで使うか、一番使っていいところは出力、最高出力と最高効率の間、この間のところを私たちが使うわけです。で、ブラシレスモーター、私たちが使う一番ご勧めしているブラシレスモーターは、この効率が一番高いあたりから心あたりのところ、または心あたりの、まあ、最高効率近辺を使っていただきたいと思っている。それがなぜかというと、バッテリーの寿命を長くする、使用時間を長くしていただきたいと思っています。効率が良くて出力が大きいところ、ここの範囲ですね。そこの範囲でのモーターの出力が一番大きいのはどれだけですか？ということが問題にして皆さんに提供しているわけです。